この曲、サビが頭の中をぐるぐる回ってる。この曲は奇跡の国の童謡のアレンジだね。夕焼けの草原出身の私も聞いたことがあるよ。きっと有名な曲なんだろう。なんだ、誰でもできる簡単な振り付けじゃん。しかも全然揃ってねえし。あ、一人転びそうになった。メイジュが助けたけど、他の奴らもみんな危なっかしいんだぞ。正直クオリティは大したことないな。これじゃあ俺たちのライバルにもならねえっすね、ウィル先輩。やられた。え？やっほーやっほー、楽しい歌。懐かしいなこの歌。あー、無邪気で可愛い姿を見ていると日頃のストレスが消えていく感じがするよ。わかる。すごくあったかい光景でなんでか泣けてきちゃうな。踊りも不揃いでハモリもガタガタなのに目が離せない。全力で応援したくなる。みんなが明治リバンシャに釘付けになってる。まさか凝った愛らしさの表現があるんずな。流すぞ。はい、確認取ってきます。こりゃ可愛い猫ちゃんの動画よりよっぽどバズりそうだ。完全にやられましたね。こんなお茶の間受けしそうな絵今まで見たことあります？明治リュバンシェ、さすが好感度ナンバーワンタレントの名は伊達じゃないな。国民的ヒット曲っていうのはただかっこいい、ただ美しいだけじゃ生まれない。若者だけでなく子供からお年寄りまで愛される親しみやすさがなくちゃダメなんだ。スタッフの皆さん、リハお疲れ様でした。お疲れ様ネイジュ君、最高のパフォーマンスだったよ。感動でしびれちゃったな。私たちは奇跡の国のテレビ局のものだけど、ファンに向けてコメントをもらっていいかな？はい、もちろんです。どうして童謡のアレンジを歌おうと思ったの？ VDC を見てくれる皆さんと一緒に楽しみたかったんです。だから馴染みがある曲の方がいいと思って。僕、今回の VDC に出ようと思ったきっかけは学校の友達と思い出作りがしたかったからなんですよ。でも友達とだけじゃなく世界中の人と一緒に歌えたらもっと素敵な思い出になると思って。さすがは明治君、自分たちのことだけじゃなく世界中の人のことを考えてるんだね。さっき撮った予告映像も早速マジカメで拡散されて、かわいい。うちの子が真似して踊り出しました。世界一平和で美しい光景ってすっごく盛り上がってるよ。これは VDC も優勝が狙えそうだね。え、そんなのまだわかりませんよ。でもありがとうございます。ビル、ビル。え、どうしたんだい、青い顔をして。具合でも？いえ大丈夫よ、何でもない。見る価値のないお遊戯だった。私先に控室に戻ってるわね。監督生さん、ぼーっとしてるけど大丈夫？なんだ、腹が減りすぎたのか？お前じゃないんだからさ。でも確かに腹は減ったな。本番前に何か食べに行くか。
あいつ。ミラミラ、教えてちょうだい。はい。何を検索しますか？今この時、最高に美しいのは誰？美しいメンション数第1位アカウントについてのウェブ検索結果は、ネージュ・リュバンシェです。ネージュ！